大家好、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、コラボイベントフォールガイズやっていきたいと思います。そう、これちょっと本編が録画できるやつなのかどうなのかわかんないですけど、人の名前がバンって出ちゃうようだったら取れないか。じゃあレベナさんに話をしていきましょうか。レベル15クエスト2日目、勝利のクラウン。さあ、ゴールド操作のレベナはブランダービルのショーに興味があるようだ。受注。ふむ、次のブランダービルのショーまであとそろそろ準備を始めるといたしましょうか。あら、ごきげんよう。あなた最近ゴールド操作で遊べるようになったブランダービルを知っていまして。ブランダービル、それはショーと呼ばれる障害物レースであり、素敵な報酬も獲得できる遊戯町の新アトラクションですわ。興味がおありなら一度覗いてみてはいかがかしら。ワンダースクエアにいるウィーさんがブランダービルスクエアまで案内してくれますわよ。あ、もうスクエアができてる。あ、かわいい。文字もかわいい。普段は喋ること変わらんか。そしたらあちらですね。どうしよう、走っていくには微妙な距離。こっち。さあ、ウィーさん、ようこそお越しくださいました。この先はブランダービルスクエアとなっております。ご案内しましょうか。はい。うわあ、そのままだ。すごい。ブランダービルスクエア。一応ザナラーンの扱いなんだね、ここは。そっか、ゴールド操作はザナラーン。ほうほうほう。小休止している男性客。ショーで疲れて休んでいたんだけど、そこの可愛い鳥みたいな生き物を眺めていたら、なんだか時間を忘れてしまってね。鳥？これが上の人はプレイヤーさんだよね。あ、呼び鈴こんなとこにあるんだ。ちゃんと呼べるんだね。これ登れる。ほうほうほう。あ、登れるんだ。ああ、落ちた。交換できる。MGF で。マットウィナーズクラウン。なるほど。クラウン取ったら交換で。いや、違うな。なんか謎のポイントを貯めると交換できるっぽい。大きな像を眺める男性客。ジェリービーンズって一体何なんだろう。こんな生き物見たことないな。え、待って、フォールガイズってピグー、怖っ。待って、フォールガイズってなんかゼリービーズだったのか。これなんだろうと思ってたけど、ショーの、いや、とりあえず2箇所あるんだけど、ちょっとこっちかな。案内窓口。はい。ようこそブランダービルスクエアへ。こちらはブランダービルの案内窓口となります。ご来場は初めてでしょうか。はい。ではご案内させていただきましょう。
このアトラクションは最大24人の参加者たちによる、いわばバトルロワイヤル障害物レースです。勝ち抜いた参加者は次のステージへと進み、最大3ステージで競い合っていただきます。途中敗退しても勝ち残るほど多くの報酬が手に入りますよ。つまずきよろめきながらレースを制覇し、最後まで勝ち残り勝利のクラウンをつかみ取るのです。より細かなルールは改めてご説明させていただくとして、この区画の中で何か気になることはありませんか？なんという、どうしよう、変わっ場所はともかく、あの生き物は1、変わった場所だ。2、あの生き物は。あれはゼリービーンズと呼ばれている生き物です。実はこの場所の雰囲気やショーの内容については、あちらの生き物から着想を得ているのです。あの不思議な生き物は突如ゴールドソーサーに現れまして、柔らかいお菓子のような肌、豆のような姿からいつしかジェリービーンズと呼ばれるようになっていました。館内をほうほうと掛け声を発しながら駆け回っていて、どういった生き物なのかも未だ判然としません。そんなジェリービーンズのことを支配人が見初めたのです。掛け声とご自身の口癖がよく似ていたので、身振りと合わせてコミュニケーションを試みたようでした。するとなんとジェリービーンズは仲間を呼び、レースらしき行動を取ったというのです。レースで一番になるべくつまずきよろめきながら競う。支配人はその光景にインスピレーションを受け、この新アトラクションを思いついたそうです。そうしてブランダービルが生まれました。ジェリービーンズが一体何なのかわからないままですが、まあそれよりもショーをお楽しみいただければと。ショーは一人でも仲間とでもご参加いただけます。お客様もぜひブランダービルをお楽しみくださいませ。ほほうほほう。参加の際は隣のショー参加受付から申請をお願いします。人数が揃い次第皆様をショーの会場へお連れしましょう。格好はこの格好のまま出るのかな、どうなんだろう。もし各種詳しいルールについてお聞きになりたいなら、改めて私案内窓口までお声掛けください。はい、2日目、勝利のクラウンコンプリート。コンテンツ解放ブランダービル。ブランダービルスクエアおよびブランダービルの各ステージ内ではコンテンツ専用の HUD が表示されます。メインコマンドのシステムメニュー項目にある HUD レイアウト変更から位置調整や拡大縮小を行います。ショーへ参加する前に確認してみましょう。はい、もう別にこれでいいかな。まあ使いにくかったら変えてみようか。この先はじゃあちょっと1回だけやってみるか。ショー参加受付、ちょっとね録画できないようだったら、この間ないことになりますが、じゃあ参加申請してみようか。はい、これ集まんなかったらどうなる。あ、でも名前出ないからどうだろう、許されるかな。人が増えない。この間ってなんかできる。
あ、オーディー出る。始まります言われても、人がおらんで。邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。あ、こういうやつ。あ、でも見たことある。やったことないけど。あ、でも人数が足りなくてもできるんだ。あ、体が重い。はい。ちょっと意味がわからないです。1からか。ここ意味がわかんないんだよ。え、これ どうすんの。え、もうみんな行っちゃってない？あの移動命令ってやつどうすんの？ルールがわからない。え、止まっててもダメなの？ちょっと待って、意味がわかりません。何それ。あ、その瞬間に合わせとけってやつなんだ。見え見え。痛い。これ何？上がれないんだ。あ、なんかフォールガイズのゲーム見てるとさ、ゲームとか見てるとさ、あ、ダメだこれ。これで、これ出れないの？感染別にいらないんだが。退出。やりやすいところはないか。なんか前に進めないで終わったけど。
ああ、またここか。怖い怖い怖い。あー、うっそ、もうちょっとだったのに。でも大丈夫そうなところを見つけて、はあ、ここはなんだ、あ、こういうネバネバした、え、これちょっとでもぶつかったらダメなんだ。クリアできないんだが。でもこれで1戦目抜けれなかったらもう動画ここまでにします。なんでさっきあの9人しかいなかったの。あれ、知らないとこだ。あ、違うとこも当たることがあるんだね。一戦目あれば、あれだけなのかと思ってた。すぐするんだね。あっ、危なっ、落ちたね。もうちょっとだったのに。これ最初から、最初からやだな。あ、一応あ、当たってもダメなんだ。ここはツルツルする。
これは何？ん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 ？よくわからんかった。なんだ？ゴールしちゃったのか、人数が。もう人数なんか見とる暇なかったよ。ではここまでですかね。なるほどなるほど。でちょっと周りだけチラッと見たら終わりにしておこうか。なんか多分割と慎重に行った方が大丈夫だけどっていう感じだね。でここで交換。あでも結構やらないとダメっぽいね。ワンダースクエアへお戻りになりますか。他にちょっと待って、特にないよね。ショー参加で内容的にはこれしかないでいいのかな。あとは変交換窓口。うーん、じゃあお戻りになりましょう。報告とかするのかな。クエストマークが出てたから。え、どうなんだろう。え、でもフォールガイズってさ、ちょっと他の人押せたりしなかったっけ。この世界だとトラブルになるかな。喧嘩になりそう。あのこっちでも特に報告等はない。こっち側もこれは鼻息ね。あ、じゃあイベントはこんなところか。わかりました。あ、今後は多分コンテンツファインダーからもいける、ひょっとすると。いけないか。いけないんだ。あ、意外に。いけるのかと思ってたが、チョコボレース、ドマ式麻雀しか、ないね。よね。ないよね。あ、こっからいけるようにすると、多分もっとみんな参加すると思うんだけど。どうだろう。一回解放した人はさ、ここに入れといてほしい。フォールガイズ参加。よし、というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。いや、フォールガイズ、いやでもどうなんだろう、海賊風の人が着るとちょっと不思議な感じ。あのフォールガイズの完全な着ぐるみ欲しいですね。完全にフォールガイズになれますみたいな、完全になりきりセットみたいな欲しいです。というわけでご覧いただきありがとうございました。ではまた他の配信でお会いしましょう。失礼します。